年前に突然両親を亡くし、兄弟4人、なんとかかんとか暮らしている。これがゆずき家。いただきます。ご飯だぞ。男3人だからとにかくよく食うんだよ。兄さん、洗濯終わったけど、俺だってお兄ちゃんなんだよ。中学生だぞ。電車くらいちょちょいのちょいだ。俺たちのことは気にせず楽しんできてほしい。今日は外で食わね。かくちゃん、帰ろう。ふらふら歩いてると逮捕するわよ。帰ったか。大福があるぞ。ほら湊斗、ちゃんと俺言わねえと。俺たちはこうして仲良く暮らしているよ。君は泣いていいんだ。桐島さん、気を悪くしてんのかもな。大丈夫よ、考えちゃうのなんて当然でしょ。内緒にするよ、協力する。親友のためならこれぐらい。歌と遊んだらいけなくなるのか。コク、コク。俺たち兄弟はずっと家族なんだから、4人で支え合って生きていこう。